たきた、かわいい、きた、こんにちは。はい。
元気がないですね。もう一回皆さんこんにちは。はい、元気な手拍子ありがとうございます。岡山から来ました、岡山歌子すずちゃんです。11歳です。よろしくお願いします。しのは今年で小学6年生になるんですけど、あの小学校最後の1年なので楽しんでいきたいと思います。皆さん、すず知ってる方います？暗いな、見えないな。半分ぐらい ね、半分ぐらいだけど知らない人もいるのですずの紹介します。すずは5歳の頃からステージで歌っています。記事を2枚出していて、倉敷、地元倉敷では倉敷ふるさと大使としても活動しています。今日はよろしくお願いします。すずはあの3月に市民倉敷のミュージカルに参加しました。で、主役を演じました。で、あの倉敷美化地区にあるあの大原美術館を作った大原孫三郎さんの役をしました。皆さんで倉敷に行ったら美化地区に行ってみて、ぜひぜひぜひ大原美術館に行ってみてください。鈴は福島の復興支援活動もしています。福島のひまわりをつなぐひまわり大使もしています。福島のひまわりの種を全国で植えようという活動です。この夏もひまわりの種を植えるので、ぜひ植えれるところがあれば協力お願いします。そのひまわりプロジェクトをもとに作った曲が鈴のオリジナルソング3曲目ひまわりとなっています。聴いてください。どんな小さな種でもどこへだって笑顔咲かすよ。今は
すずのオリジナルソング3曲目ひまわりでした。で今日もこの CD はCD じゃねえわ、この曲はCD の2枚目に発売された中に入っているので今日も持ってきているのでぜひ見に来てください、物販に見に来てください。でありがとうございます。さっき言ったんですけど倉敷市民ミュージカルのミュージカルのアーカイブが YouTube に残っているので見たい方はぜひ見てください、はい、で、すずは今日トラですよ、トラの衣装なんです、トラですよ、はい、トラです、トラなんですけど、なんでトラだと思いますか。今年の干支、正解です。すずは寅年で今年寅年だから寅を着ました。おお、そういうこと。次で最後の曲です。すずは岡山の音楽コンテスト、歌の音楽コンテストエンターテインメントチャレンジプラスというコンクールコンテストに出て挑戦した曲です。この曲は岡山をテーマに作ってもらいました。すずは緑あふれる岡山のことがすずが大好きです。皆さんもそれぞれのふるさとを思いながら聴いてください。いつかあの場所へ。少年の声が響いた。
交通安全のステッカーもあるので、ぜひ物販に見に来てください。お